蝶野正宏、蝶野正宏、蝶野正宏、1963年9月17日帯は日本のプロレースラー。愛媛県出身で大手製紙会社の会社員であった父親の不妊先であるアメリカ合衆国ワシントン州シアトルで生まれ2歳半で帰国し、神奈川県川崎下幕、東京都渋谷区、三鷹市で過ごす。目黒区立花幼稚園。 渋谷区立猿学小学校、三鷹市立北野小学校、三鷹市立第5中学校、三鷹第6中学校、東京都立長山高等学校卒業。二浪後、神奈川大学に進学するも入学式にのみ出席し、後に中退。同年新日本プロレスに入門している。サッカーは小中高を通して励んだ大のサッカーファン。中高時代は、 不良行為を働いたこともあった。1984年4月に新日本プロレス入門し、同年10月に埼玉県で行われた工業でプロデビューした初戦の相手は同じくデビュー戦の武藤慶治。1987年の第3回ヤングライオン杯で橋本真也を破り優勝した。優勝条件の海外武者修行に同年春に出発。 オーストリアのグラーツトーナメントを初参戦にウィーントーナメントドイツ転戦ではハノーバートーナメント西ベルリントーナメントブレーメントーナメントに参戦グラーツブレーメンはオットーアンツがプロモートする大会キャッチレスリングアソシエーションクアに参戦したドイツ当時西ドイツブレーメンで現在の夫人であるマルティナカールスと出会いた 1987年12月、ヨーロッパ武者修行を終え、北米に転戦。アメリカ合衆国カンザス式に、転戦。1988年春に、カナダニューブランズウィック州モンクトンに、転戦。1988年秋、アメリカ合衆国アラバマノンウィテリトリーと北米を、転戦。武者修行中に、二度の短期外戦もしている。 1989年2度目の欧州遠征で、オーストリアグラーツトーナメント、ウィーントーナメント、ジンバブエにも遠征した。1989年秋、新日本プロレスから正式に帰国命令を受け、帰国前に、アメリカ合衆国バージニア州ノーフォークのルーテーズ、道場で、最終調整のタンガ出をし、日本に帰国。ステップオーバー,ーホールドウィズフェイスロック、STF は、この時、 ルーテーズに伝授された。1988年7月が1回目の短期外戦で新日本プロレス有明コロシアム大会に参戦。帰国直前、プエルトリコで武藤慶司、橋本慎也と共に闘魂三重四を結成し外戦。闘魂継承を最も意識したのは橋本慎也で蝶野正弘、武藤慶司の二人は乗り気でなかった。 1989年4月、プロレス開発の新日本プロレス第一回、東京ドーム大会参戦が2度目の外戦帰国。IWGP 王座決定トーナメントに出場し、ビッグバンベーダーに準々決勝で敗れた。この後は、ドイツブレーメンを拠点に、オーストラリア遠征、アフリカのジンバブエ遠征に参戦。正式な帰国は1989年秋。 1989年10月に新日本に戻ってからは、1990年2月10日に、新日本プロレス2度目の東京ドーム工業のメインイベントにおいて、橋本真也とのタックでアントニオ猪木、坂口誠二組と対戦し、4月27日に、武藤慶治とのタックで、IWGP タック王座を獲得、12月26日に師匠であるルーテーズを破った。 この試合が、テーズの最後の試合となった。翌1991年、新日本プロレスの下季工業 G1 クライマックスの第1回大会において素晴らしいパフォーマンスを見せた、長野はメインイベンターとしての地位を確立した、決勝では無党を破り優勝。長野は1992年にも、再び G1 クライマックスで優勝し、同時に、海命世界ヘビー級王座を獲得した。 この G1 連覇により、夏、男と呼ばれるようになった。1992年9月23日、横浜アリーナ大会、スティーブ・オースチンとのウィ世界ヘビー級、王座初防衛戦において防衛。古傷の首を悪化。1993年1月4日、グレート、ムッタとのウィ IWGP ダブルタイトル戦で敗戦した。 3連覇がかかった1993年の第3回 G1 クライマックスでは準決勝で長谷博氏に敗れた。1994年1月、橋本真也の IWGP ヘビー級王座に挑戦したが敗戦した。1994年8月、G1 クライマックス決勝でパワーウォーリアーを破り、3度目のタイトルを手にした。 1994年の G1 クライマックス優勝後、武踏派宣言によって入場テーマ曲も変えて、ヒールターン。黒を基調としたコスチュームに一新し、長谷博氏を大流血に追い込んだ末出血する頭部をかきむしりながら STF で破った。テーマ曲など現在まで続くスタイルを確立した。週刊プロレスは、この長野をブラックジャックと称した。1995年に、 現在広吉、広斎藤とヒールユニット老軍団を結成。1996年に新日本と提携していた WCW に参戦、ハルク方眼率いるんおうに加入し、帰国後にその日本支部としてんおー・ジャパンを結成。その総帥としてグレートムタ、すでに武藤刑事として活躍ら日本人、外国人メンバーを次々と増員し、んお T シャツが大量に売り上げられるなど、一大ムーブメントを起こし、同年、プロレス大賞 MVP を受賞した。1998年8月8日、大阪ドームで、藤並達治を破り、8回目の挑戦にして、ついに悲願の IWGP ヘビー級、王座初体幹。しかし首の負傷により、防衛戦を行うことなく、王座を返上、長期欠場に入った。 復帰後の1999年、アキラ、ドンフライラと共に、チーム2 0 0を結成。武藤率いる王と構想を開始し、2000年に武藤との決着戦に勝利。武王を消滅。実際には、WCW との提携解除に伴い武王の使用権が消滅したためさせ、武王の残存勢力を吸収し、組織を拡大。同年、所属選手の大半が離脱し、 存続の危機に陥った全日本プロレスから淵、正信が新日本に登場。長野がマイクパフォーマンスで応戦し、対抗戦の唇を切った。単身全日本プロレス、日本武道館大会に歴史的参戦。淵とシングルマッチを行い勝利後、お前ら家に帰って、マスでもこいてろ。とアピールし、全日本ファンを敵に回した。2001年は武藤率いるバトと構想。 2002年、長野は4度目の G1 チャンピオンとなった。また、札幌大会でアントニオ猪木に指名され、新日本プロレスの現場責任者となった。2002年5月2日の東京ドーム大会で、プロレスリング、ノアの三沢光春と初対決。30分ドローに終わる。この東京ドーム大会は、現場監督就任の最初仕事になった。8月には4度目の G1 優勝を果たした。 大会後、魔界クラブ、高山義弘、藤田和幸ら外敵との交想に入り新日本隊に合流し、チーム2戦は自然消滅。初期派 VS 新日町の派の図式、総合推進派 VS プロレス推進が進んだ。2003年に、ノアに初参戦、三沢徳美小橋健太、田上え明組と対戦。ノアの有明コロシアム大会に来場し、自ら、 ミスタープロレス対ミスタープロレスと称し、小橋の持つ GHC ヘビー級王座に挑戦を表明、5月2日の新日本東京ドーム大会で対決した。敗れるも、長野は小橋のハーフネルソンスープレックス6発を受け切ってみせ、小橋と共にファンの大喝采を受けた。2005年にはヒールユニットブラックニュージャパンを結成。この頃から直帰派の 強硬な新日本への内部介入が表面化。しかし8月、G1 で5度目の優勝を果たし、同年に休戦した橋本深夜に優勝を報告した。長州力が新日本に戻ってくると反長州を掲げ、構想を開始。2006年には新日本社長、西門直帰と構想を開始する。西門社長の起用は歓迎と同情をしていた。 本人が知らないところで社長候補として利用されていたため。しかし、同年年末の初期、ユークス館の株式譲渡で、筆頭株主になったユークスには、否定的だった。2007年1月4日、東京ドーム大会で無党とタッグを結成して勝利。G1 クライマックスにおいてマカベガタナギに敗北をした。あと、リング上にて、長州、コ中ナカシロウ、マシン、内イを呼び出し、 新軍団結成を呼びかけた。2007年9月1日から2日、幕張メッセ国際展示場、11ホールにおいて、超能国2007イン幕張を開催。長州寺から率いる、ロックアップ、藤波達治率いる、ムガワールドプロレスリング、新日本プロレスの3団体合同工業となった。これと同時に、三田証券と組んで、イベントを証券化することも発表された。 資金調達の手法としてファンドの活用を行うことはプロレス界にとって初めてことであった。2008年から自身が GM、ゼネラルマネージャーを務めるプレミアム工業を開催。2009年1月4日、東京ドーム大会でケビン・ラッシュ、カート・アングル、長州寺からと日米レジェンドタッグを結成し GBH に勝利を収めた。10月3日、ノア、 大阪府立単育会館で行われた、三沢光春水島工業に参戦。かつて戦った小橋と、GHC 王者の塩崎剛とタッグを結成した。10月12日、蝶野正弘25周年特別工業、アレストリスト飲料国国技館開催。自身は、小橋と武藤とタッグを組んで、メインイベントに登場して勝利した。2010年1月4日の東京ドーム大会を、 最後に、蝶野は首や両膝の治療と本人曰く体のリビルドのために長期休養に入った。1月21日に自身の25周年記念パーティーを行い、これに先立っていった会見の中で2010年1月末をもって新日本プロレスを代壇し、アリストトリスト所属のフリーランスとなった。私生活では1991年12月に、 マルティナと結婚。2006年7月に結婚15年目にして第一子となる男児が誕生。2009年8月に第二子となる女児が誕生している。2010年東京消防庁救急救命普通講習受講をきっかけに社会貢献活動に取り組む。2011年東日本大震災後は積極的に復興支援イベントに参加。主催イベントもしている。 東日本大震災の被災地をめぐる中、茨城県東茨城郡大洗町のイベントが元で道長を舞台としたアニメガールズパンツアーを知り、その縁で劇場版応援大使やさらに同作品の応援大使から転じて大洗大使にも就任し活動している。2017年7月茨城県からの要望で茨城大使に就任。 派手な技はあまり使わず、基本的で、シンプルな技を中心に試合を組み立てる。相手にやられて、虫の息になったように見せかけて、いわゆる、死んだふり、相手レスラーの隙をついて攻め立てる試合が特徴である。蝶野は新日本プロレスのシングル、最強決定戦である、G1 クライマックスで5度優勝していることから、夏男、ミスター G1 とも呼ばれる。 ベビーフェイス時代に3度ヒールターンしてからは2度優勝を果たしていて、しかも5回中4回がリーグ戦形式による公式戦を勝ち上がっての優勝である。コア表及び威圧的な風貌と装飾品、ドーマ語への口調が特徴となっているが、若手時のプロレススタイルは別段特徴のない、オーソドックスなストロングスタイルのレスラーであった。巡業を終え、ホテルに入り、 また試合という単調な日常に危機感を募らせ陰鬱になっていた長野は現状打破を試みて思案模索し現在のギャングスタースタイルに行き着く。遅刻癖があるため本来より早く伝える集合時間を蝶野時間と言われている PS2 版レッスルキングラムクロストーク DVD で曝露収録当日も本来の集合時間より1時間早い時間を伝えられてた。 若手時代に日本文化センターテレフォンショッピングに出演したことがあり、体を鍛える器具を紹介していた。ファンの間では伝説の CM と呼ばれている。1999年12月、妻と二人三脚のブランド、アレストリスト、アリストトリストを設立。デザインコンセプトはブラックを基調とし、ストリートフォーマルファッションをキーワードに、アレル以外にもサングラスから靴まで、 トータルデザインを手掛けている。現在、表参道に出展。2007年10月6日に公開された、小竹映画、未来を創造愛してるのサインを取った、映画監督、蝶野博士は、いとこにあたる、蝶野の父の弟の息子。アレストリスト、アリストトリストは、蝶野と夫人のマルティーナが二人三脚で始めたブランド。新日本プロレスと共同で、ブランド展開。 1999年12月に法人設立。2000年7月代々木上原店に1号店をオープン。2002年2月エビス、2号店2006年2月、下北沢、3号店2010年2月から2017年の、現在は4号店目。東京都渋谷区表参道でショップを構えている。長野が試合で着用する、黒色のガウンとレッグガード付きロングタイツも、 夫人のデザイン。アレストリストは、英語のリスト、アリスト、意味は上流とトリスタのトリスターの意味は庶民の二つの言葉を組み合わせた造語。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。